こんにちは、ゆうひこです。コロナウイルスが全国的な広がりを見せつつある中ではありますが、今回はですね、孤独を楽しむフライフィッシングということで、家を出てから帰ってくるまで全く人と接触せずに釣りをしてくるというテーマで行ってみました。全く人と接触しないというからにはですね、まあ釣り場でもそうなんですが、行き帰りの道中コンビニにも寄らないことが重要です。そこで今回は飲み物と食べ物を持参しました。今回用意した飲み物がこれ、ソルティライチ。5倍に薄めて使うタイプなんですが、これでペットボトル2本分作っておきます。食料はこのプロテインバー、これ2本をベストのポケットに準備しておきました。で、プロテインバーはですね、こんな感じで箱買いしてあります。まあ実際問題、コンビニぐらいはいいとは思うんですよね。例えば私の場合はですね、仕事に行くのに、まあ釣り場に行くよりも長い時間かけて通勤しています。で、仕事帰りに、まあ、トイレに寄ったりだとか飲み物を買ったりするので、コンビニぐらいは寄っています。だけど釣りの時はやっぱり寄りたくないんですよね。例えばですよ、今私がコロナウイルスに感染していたとします。で、釣りに行ってコンビニとか寄ったり、あと現場でまあ人に会ったりして話をしたりしたと、そういった時にウイルスに感染してしまったので、じゃあ2週間遡って行動履歴を出してくださいと言われた時に、何月何日に釣りに行きました、で誰かと接触しました、そういうのはやっぱり避けたいんですよね。万が一ウイルスに感染してしまったとしても、釣りのせいでウイルスを拡散させてしまったじゃないかと、そういうふうに言われることは絶対に避けたいというふうに思ってます。前置きが長くなってしまいましたが、今回の動画は2回分の釣りをまとめて編集させていただきました。1回目が4月12日の日曜日、沼田方面の片品川支流に行ってみました。2回目が4月15日の水曜日、桐生市の渡良瀬川キャッチ&リリース区間に行ってみました。それでは最初に沼田方面の片品川支流での釣りをご覧ください。水温は7度ですね。ちょっと水が冷たいんですけど、ドライフライでやってみたいと思います。今来たけど乗りませんでしたね。乗ったけどちっちゃいですね。いやー、またスレですね。ちっちゃいですけどね。来た。こんな感じでですね、サイズも数もそれほど大した釣果ではなかったんですが、綺麗なヤマメが釣れてくれました。何よりも誰とも接触せずに釣りをすることができたので、これはこれで良しとしたいと思います。とは言ってもですね、やっぱりもうちょっと大きいサイズのヤマメも釣りたいなということで、次の4月15日水曜日なんですが、渡良瀬川桐生地区のキャッチ&リリース区間に行ってみました。相川橋の上流に行ってみたんですが、平日とは言っても人気のキャッチ&リリース区間、人と接触せずに釣ることはなかなか難しいと思いまして、この場所っていうのは右岸側が堤
堤防になっていて、だいたいそっちの方で釣るんですね。で、左岸で釣ってる人っていうのはあんまり見かけません。それなので今回は左岸の方に入ってみました。で、水量によっては右岸側から川を渡って左岸の方に渡れます。ただ今回はちょっと水量が多めだったので、川を渡れるかどうかちょっと微妙なところでした。それなので最初から左岸の方に車を止めて、茨が密生する藪をくぐり抜けて河原に入ってみました。それでは4月15日水曜日の渡良瀬川ご覧ください。水温はですね、10度ですね。ちょっと冷たいかもしれないですね。ちなみに体温は36度2分でした。平熱です。ちょっと水量多くてライズもないようなので、まずはビーズヘッドのヘアズイヤーニンフをダウンで流してリトリーブで釣ってみたいと思います。いや、ちょっとドライフライでやってみたいと思います。綺麗ですけどね、綺麗な豆です。リリースします。こんな感じでですね、今回もまたあまりたくさん釣れたわけではないんですが、この渡良瀬川のヤマメが釣れた瀬っていうのはフライフィッシングで初めてヤマメを釣った場所なので、この思い出の場所でまたヤマメを釣ることができて大変嬉しく思ってます。そして今回もまた人と全く接触することなく釣りをすることができました。そんな風に人を避けるように釣りをして何が楽しいのと思われる方もいらっしゃるとは思うんですが、でも釣りって本来孤独を楽しむもんだと思うんですよね。自然の中に入っていって人間は自分一人しかいない、そう思うと肩の力がスーッと抜けてくる、そんな経験をしたことがないでしょうか。こんな時だからこそ、そういった孤独な時間っていうのを
徹底的に楽しんでみようかなと、そういうふうに思います。それでは最後にこちらの映像をご覧いただきながらお別れしたいと思います。それではまた。